こんばんは、元男の子の青木かのんと蛍です。今日は何やるか知ってますか？いや、さっき見えちゃったんだよ。これやります？これはあれですよ、前回私たち2人で早食い対決したペヤング超超超ギガマックスの約2倍、あれよりも多いやつですね。でもあれ余裕だったからね、前回ね。そのいや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 、余裕じゃないから。成人男性の1日に摂取していいカロリーの、いや多分その摂取カロリーで一発であれ全部取れちゃうんだもんね。取れちゃう、カロリーがね。だからあれ食べてから、うん、まあ約1日ほど何も受け付けなかったから本当にそれがまた来たんだって思うと、いや違いますよ、だって今回あれですよ、4184カロリー。ちなみに、はい、1人では絶対食べないでねって書いてます。で、お湯の量が 2200ml だから2リットルちょい。そんなお湯沸けなくね、持ってください。うおー、これすごいね。すごいっしょ。ちなみにこれおいくらだと思いますか？1500円ぐらい。1000円です。あのちょっとあの凄みが増さないんですよ、先にすごい方言われちゃうと。ああ、200、ああそういうことね。1058円です。一応今回ですね、やっぱり私たち超ラブラブじゃないですか。はい。いやであの否定してください、あの YouTuber 的なノリで。あ、これを今回はラブラブ食い、ちょっと気持ち悪くて笑っちゃった自分で。じゃあ2人であの仲良く協力プレイ。あ、はい、なので2000カロリーちょっとを2人で食べましょうってことなので。まあでもそれでもやばいね。やばいね。いくよ。すごいねこれ。どうでしょう、輝いてるもん、パッケージが。本当だ、なんかすごい、なんかあれだ、遊戯王カードみたい。確かに、わかる、遊戯王やってた。やってたやってた。え、マジブラックマジシャン、私好きなの。俺ブラックマジシャンガールが好きだった。変態だなお前、胸ばっか見てたんでしょ。じゃあちょっと早速開けてみます。じゃあ渡るくんちょっとめくって、ここでカメラの、はい。なるほど、普通のペヤングより 1.5 倍ぐらい分厚いやつが4ブロックに敷き詰められてるって感じですね。火薬の量やばくない？はい、4コルス、はい、綺麗に並べて2倍になってるぞ。じゃあ早速お湯入れましょうか、ここで、はい、私、あの今回2台体制で沸かしたんで。タルくん、入れてくださいよ。入れます。はい、OK。 え、マジで怖い、普通にいい、言っちゃって。あ、いいよ。きた。きちゃー。そう、私火薬入れるの忘れてた。今入れたら間に合うよね。間に合う間に合う、ふやける。ゾイキノコ頭。オッケー、はい、じゃあこれで待ちます。はい、はい、じゃあ最初ソースから絡めていくか。はい、ソースから絡めましょう。はい、いきます。はい。え、やばっ、画質感動。え、アイフォンジーニブル、やっぱやべえ。ペヤングは？ペヤングもすげえ。後付けかよ。これで一回絡めます。はい、絡めてください。いや、これちょっと重いと思うんだよね。うわ、重っ。うわ、すごい重っ。じゃあ今度私が混ぜていい？いいよ。ペヤン側の混ぜ方っていうのがあるんですよ。へ、ほら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 、全然混ざってないんだけど、うん、ちょっと屋台っぽい。あ、屋台、ほんとだ、うん、よろしい。バックにはね、怖いお兄さんたちがついてるからね。食べるラー油。まあ合いそうだけど。私よくやってたよ。あとこれ、石垣島のラー油とマヨネーズ。ほうほうほう、これ最強でしょ。最強だね、マヨネーズは最強だと思う。最強、うん、いただきます。いただきます。ん、どうぞ先に。あ、もういいよ、全然入れてください。どうぞどうぞ。じゃあ入れます。はい、じゃあこんなもんで。じゃあこんなもんで。お、重すぎじゃないこれ、箸でも。私はもう最初から初っ端からマヨネーズいきます。いや、いいんじゃないですか。好きなんですよ。いや、飯テロだね。食べるラー油で飯テロってむずくね。いやそうだね、確かに。食べましょう、いただきます。いきます。うん、おいしい。うん、ペヤングっておいしいよね、本当に。うん、これ余裕かもしれない。うん、うん、うん、じゃあ一応乾杯しておきます。じゃあ、うん、
はい、1回いる。オッケー、1回行った。なんかこの間テルイジ見たやつがあって、うん、なんか野菜をもし野球やらせるとして、うん、それぞれのポジションに、うん、なんか何をつけさせるかをテレビやってて面白いなと思って。へえ、渡るくんだったらじゃあピッチャー何やんの？そうだね、腕が長い人って球速が速いイメージがあるから、やっぱネギとかかな。え？ピッチャーネギ面白いね。でもね、その観点でキャッチャーだったらこうなんか安心感とか、うん、ちゃんとボール受け取ってくれるよね、はいはいはい、みたいなのが必要だから、まあ面積で言って、なるほど、面積キャベツとか。結構そこ私近いかも。逆にね、私ピッチャーは唐辛子。なぜの食べた時さ、うっからいって言って瞬発力ビヨンで出んじゃん。なんかその剛速球みたいな見立てて、あー辛いみたいな、うん、キャッチャーは同じ安心感っていう意味でジャガイモだった、私は。うん、でもジャガイモだったらあれか、キャベツの面積力あるもんね。うん、てか渡るくんこれかけてみ。うまいわこれ。これ美味しいよ。石垣島のラー油ってやつ、成城石で買ったんだけど、ちょっとなんかあったかいふるさとの感じが。これ美味しいよ。食べるラー油と春ぐらいうまい、うまいうまい。そう、あとマヨネーズも入れるともうなおよしみたいな。まずちょっと単体で、はい、あのラーメン屋行ったらまずスープからって行く派だな、それは。うまっ。うまいでしょ。うん、うまいよね。いや、うまいうまい、ほんとうまい。これうまいでしょ。うん、あ、びっくりした。あの、わたるくん一押しっていうことで、来週からあれじゃない、多分成城石井の謎のとこにわたるくんが紹介してましたね。誰ですか？え、誰みたいな。てか、そもそも青木かのも多分、え、誰って言われるから。なんか、ね、ラー油ないとダメだ、もう食べれない。あ、食べれないって言っちゃダメか。え、ラー油？いや、ラー油超ハマっちゃったよ。すっごい使って、あ、でも辛いもん好きだもんね。あ、そうそうそう、私に負けたけど。いや、あの時びっくりした。プライベートでもデスソース食べれるんでしょ。 YouTube の撮影するようになる前からさ、冷蔵庫にデスソースなかった、うん、だからプライベート食べてた後でしょ、うん、だから、あ、青木よりは辛いの得意なんだなと思ってていたんだけども、実際動画で激辛対決したら私勝っちゃったんだよね。そんなもんじゃない。でも、もう疲弊してる。テンションがいきなりだな。いやー、悪夢再来。まあマヨネーズ余計にあれだよ、お腹いっぱいになる。ちょっとモザイクかけてください。あの鼻水が、鼻水がちょっと見ないで、恥ずかしいから見ないで。恥ずかしかったらそこでやんないよね。やばい、なに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 、こっちに寄せてんの。ちょっとでも渡るは結構食べてんな。ちょっと待ってよ、私より食べてるかもしれない。なる、渡るはさ、カツ丼と親子丼どっちが派？ちょっと、笑うのなし、なし。どっち派？カツ丼。カツ丼か。そっか。そしたらザルそばとたぬきうどんどっちが好き？そばとうどんはでも結構比較するやん。確かに。あ、でもそばかな。ダメですよ。だって、渡るさ、群馬県でしょ高校は、うん。出身は栃木だけど、群馬県の高校でしょ、うん、ってことはさ、ひもかわうどんとかさ、群馬であるじゃん。知ってるね。渋川とかね。蕎麦派なんですか、でも。蕎麦派ですね。最近栃木県がさ、魅力度ないランキングが47県中な47位だからさ。いいね、それ。美味しいね。中途半端にさ、そうそうそう、君臨してるよりは、うん、いいよね。気持ちいいよね。いいと思いますよ、栃木。あの、いろんなところがあると思うし。ここら辺をね、認知度を上げていけるような仕事があったらいいよね。渡るくんが会社を退職して、YouTuber デビュー再びすればいいじゃないですか。栃木 YouTuber って言って。栃木、栃木。なんかすごい弱そうだよ。確かに。はぁ、あ、きつい腹。やばい、私もきつい。見て。解放しようかな。これさ、解放して。ブルーンって出るから。ブルーンって出るから。ごめん、全然なかった。初めてかもしれないね、我々の企画で食べれなくなるっていう。うん、今まで全部食べてきたもんね。うん、これやばいな、ちょっとな。今までじゃあ逆に最高どんぐらい食べたことある？28年の人生で。カレーをよ 1.5 キロぐらい。え、すごくない？めっちゃすごいじゃん。なんで？どこだか忘れたんだけど、お店で食べた。これ何歳の時？いや、28歳の時。え、最近じゃん。なんで私に言ってないの、それ。初めて聞いたんですけど。うん、言ってないもんだって。カレーのルーとか、まあ、全部入れて多分 1.5 キロぐらい食べたんかな。やばっ。その時体重 1.7 キロぐらい増えたもん。そうだよね、水とかも含めたら、うん、すごいね、そんな食べれるんだ。気持ち悪くなったね、電車の中で帰り。いやー、それやばいな。逆にどんぐらい食べた？2キロ。これより上やん。
いや、あと1時間動けないな。ちょっと本当にこれね、身の危険を感じてる今。私もお腹の中で膨れるから、これ。お、息吸うとお腹痛いんだよ、本当に今。うん。あ、どうよ、タルくん。こんなことさ、もうできなくなっちゃうよ、本当に。できなくなる。転職したら。もっとやりたいでしょ、こういうこと。あ、やりたいっちゃやりたいんだ。やりたいっちゃやりたいよ。よし、じゃあもう転職やめよう。軽く言うな。転職やめちゃうわ。あ、あれですよ、私ふざけて出ますからね。ほんと、ほんと、渡るくんを尊重して、私はその選択をどうぞ、渡るくんの進む道へって私言ってますので。え、マジっすか。おい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 、私に今の期待の眼差しを返してくれよ。どうしよう、佐藤さん、これを一人で余裕で食べたんだ。多分何個も食べてる。確かなんか複数食べてたような気がする、一発の動画で。え、一個だけじゃないよ、それ。まあ、そっか、そうだよね。そう、一個だけだと逆に、え、そんなもんなのみたいになっちゃうぐらい、視聴者も麻痺してるから、あっちの側は。私たちみたいなの大食い素人は、これ現実です。大食いなのかな、これ。そもそも大食いでしょ、十分。普通の人食べれない量だよ、これ。パーティー用だよね、ならにみね。うん、そうだね。だからコスパいいよね。コスパね、私結構今までで一番きついかもしれない。平然装ってるけど、今すぐにでもぶっ倒れそう、うん、殴る、お腹痛い今。よく言われてた、昔から野球部のコーチとかに、うん、本当すごいきついのに、うん、なんかお前絶対頑張ってないだろみたいな、あー、あるあるだね。勘違いされて余計厳しく練習を課せられる。ね、見て、何、え、菜箸がこうやって入っちゃうんだ。あ、大きさそうだよね、わかるね、それってね。すごいね、菜箸ってでかいもんね。菜箸こんな長いのに入っちゃうんだよ。いや、ほら、本当すごいと思うよ。本当にお腹痛い、本当にお腹痛い、うん、キノコ頭きついです。多分渡るくんの食べてるよね、やばいな。やばい、この一口でも受け付けないみたいな感じだもんね。やばいよ、もう10分以上経ってるよ。いや、余裕で経ってるよね。ちょっと待って、ほんとにどうしよう、これだけが。私が食べる。多分後半渡るのが食べてるもんね。ここはもう私の見せ所じゃないですか。最後は笑顔で終わろうぜ、マヨネーズ。あーん、うん、味変すると美味しいけど、お腹痛い。渡るてさん、牛丼と豚丼どっちが好き？ラッチー牛好きかな。俺も。あ、クソやってんじゃん。やめてくんない？食べきったねとかさ、もう終わったねとかじゃなくてさ、なんでまた聞いてくんのそれ。ゴーゴーカレーとかめっちゃ私好き。上にカツがのってジューシーでさ、うん、そのカツの油がこのカレーのルーに染み込んで、ルー甘くて食欲湧いてくるみたいな。ちょっとさ、ペヤング食べてこうだったみたいな話の方が欲しいんだけど。なんでゴーゴーカレーなの。はい、ということでですね、今日は渡るくんと協力プレイで無事ですね。ちょっとごめんなさい、乾燥してる、なんかこの麺とかへばりついて汚くて申し訳ないんですけども、なんとか一応食べきることができました。どうでした。まあ、こんだけ食べ物食べれるって幸せだからね。そうですよ、1050円でこの量食べれるんですよ。多分かなりコスパはいいと思いますので、ぜひ皆さんも、うん、友達とかなんかパーティーとかで食べてみてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。そして私のインスタグラムと LINE 公式アカウントもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。多分食べてる前回のさ、ギガマックスが多かったはずなんだよ。あー、そっか、わかんないけど今回はきつい。きつい。